こちらは JR の新橋駅でございます。すぐそこには SL 広場も見えますね。結構こんな感じ、すごい栄えている街でございます。あ、そしてサラリーマンの聖地新橋、こんな感じでございます。いや、皆さん多分見覚えがあるような場所だと思いますけども、そして、この、新橋という街は、鉄道発祥の地でございます。まあ、この周辺に、昔、新橋駅、まあ、現在の場所とはちょっと違いますけれども、それが1872年に横浜新橋間で、鉄道が、初めて引かれたわけでございます。こちらは、新橋ビル。こちらの SL 広場にあります SL は、新橋が、鉄道発祥の地というシンボルでここにあるそうでございます。でもなんかちょっとこの、特殊詐欺根絶、ちょっとこれの、気持ちはわかりますけれども、この、ここに SL にやってしまうのはちょっといただけない、そんな気もいたします。新橋には、京浜東北線と山手線が走っておりまして、交通の便のいいところ、すぐそこはもう東京駅でございます。本当に近い。いや、そしてこちらが先ほども紹介しましたニュー新橋ビル、こちらは本当に昔ながらの、お店がたくさん入っているようなそんな場所でございまして、結構中は面白いです。なんか階ごとに結構具合が違うような感じがして、その階その階ごとにかなり種類が、お店の種類が違います。目の前から見ますと結構いいですね。やっぱかっこいいかっこいい。まあ本当に新橋といえば本当に、歓楽街、まあそんな感じです。サラリーマンの方が、仕事終わりに飲みに行きたりとか、まあそういう、まあいろんな欲望の、街、そして本当に気取らないようなそんな感じです。なんか昔の、昭和感たっぷりな感じ、この建物もすごいですね。なんか、そして新橋の地名の由来が、この周辺にありました、汐留川という川がございまして、そちらにかかっている橋が、新橋と呼ばれていたそうでございまして、それでこの、新橋という地名になったのでございます。1909年ぐらいなんで、そんな、昔ではない、意外と新しい地名なんですね、新橋っていうのは。いや、こんな感じで立ち食いとか結構多いんですよ、新橋っていうのは。まあ、夜にはサラリーマンが、ご飯を食べるだけではなく、まあ、昼飯も食べますんでね、まあ、パパッと安い、商品を食べたい、そのような、多分ニーズがかなり多いんだと思います。この一角、新橋はこんな感じですけども、本当すぐそこにはもう銀座とか、そういう、おしゃれな街、内幸町とか、日比谷とか、そんな感じの街が結構、近くにある中で、まあ、ここ本当に、昔の昭和の雰囲気を残した、そんな面白い、街でございます。あんまり、このニュー新橋ビルの、中を、撮るのは多分難しいんで、ここからにしときますけども、まあ、本当にすごいんですよ、中っていうのは。いや、こちらの、商店街も多分、なかなか、まあ、かなり、すごいですね。歓楽街っていう感じがしますよ。夜になったら本当に、ネオンが、高校と、きらめいて本当に、素晴らしい場所、本当楽しいですね、こういうところ、来るっていうのは。まあ、お金がなきゃ、なかなか楽しめないものでございますけれども、いや本当に、ご飯とかも美味しそうですよね。なんかいろんな、お店がありまして、まあ、こんな感じですね、本当、新橋。そしてなんか裏路地もこんな感じで、いや本当にすごいですね、なんか雰囲気が。いやなかなか、いや面白い街ですよ、本当に。東京駅周辺の街はどこもそうですでございますけれども、JR の架線の下にこんな感じでお店を結構有効活用、このスペースも大事な場所ですもんね。東京では本当に土地がないんで、どんな狭い場所でもうまく活用してやろう、そういう知恵が働く、そんな街でございます。まあ、こちらにはカプセルホテル、まあ、終電を逃したサラリーマンが泊まる場所、まあ、そんな感じですよね。まあ、ホテルビジネスホテルに泊まるには高い、でもカプセルだったらまあ払えるみたいな、そんな感じの人がまあ泊まる、まあ、それに結構プライベートな空間も意外とあるんです。そして現在のカプセルって昔と比べてかなり広い、そんなイメージもありますけれども、でもこのニュー新橋ビルが本当に新橋のシンボル、そんなようなものでございます。あ、こちらは意外とこの高架下はそんなに人がいない、結構あれなんですよ、高架下、この場所にも結構お店がたくさん立ち並んでおりまして、またホームレスの方も結構いますし、結構賑やかな場所なんですけど、ここはあんまりいませんね。なんかだからもう電車が見えますよ、本当に。新橋駅の東口はそんなに栄えてないみたいですね、ここから見ますと。まあ、この一帯があんまり栄えていない、多分あっちの方向は多分銀座とかある方向なんで、まあ、栄えてないはずはありませんけれども。そして上にはイルカムが到着しました。いや私も、結構あれですね、お台場に行くんですけど、まあ、帰りはこの新橋に帰ってくる、そんな感じでいつもおなじみのホームでございます。しかし昔この周辺には汐留の貨物センターみたいなのがあったらしくて、いや現在様変わりですよ、本当に高層ビルが立ち並んでる、そんなような場所になっております。目の前に見えますおしゃれな建物、あれは確か電通の本社、結構ここら辺は有名企業の本社がたくさん立ち並んでる、そんなようなスポットでもございます。まあ、ちょっといやでもすごいです、あそこのよく見てください、エレベーターが電通の本社、同時に2個とか3個とか一緒に登ってるの、これ結構面白いですね。なんか外からこんな風に見えるっていうのが、
しかし都会の一等地なのにあまり人が歩いてないですね。さすがにこの辺は多分ビジネス街なんで、多分まだ仕事が終わってない。現在の時間は午後4時でございます。そしてこの都会の一角に昔の旧新橋停車場の再現の施設、建物がございます。いや、こんな感じで多分これ昔のあれですね、ホームの再現。いや、すごいですよ。なんかこんなのが、いや、あるなんて。いや、立派立派。そして、少し線路も、ありますね。ちょっと。いや、こんな感じです。行き止まりが、こちら。まあ、新橋か横浜。昔の、日本初の鉄道。いや、すごいですね。鉄道発祥の地。いや、なかなか、いい、来た甲斐がありました、ちょっと。こちらに、ゼロマイル標識、書いてあります。こちらが、測量の危険となる、そんな、ことが書いてあります。多分全国の、何キロとか、そういうのを、ここから測ってるんじゃないですか、多分鉄道っていうのは昔は。これが、ゼロマイル危険。まあ、それにしても本当に、昔の洋館の、感じが、しっかり再現されているような、そんな、建物。いや、結構なかなか面白いですよ。本当に昔の、歴史の、それを、感じることができるような、そんなスポット。そしてその隣の建物には、本当こんな感じで、超、近代的な、感じの、スポット。ちょっとおしゃれですもんね、こんな感じのデザインが。いやー、なかなか、これは面白い、本当に。いや、こんな感じです、玄関、正面玄関というか。いやー、昔は本当に鉄道に乗るっていうのは本当にワクワクするような、多分今みたいに、誰でも乗れるようなもんじゃなくて、限られた人しか乗れない、そんなの多分、そんなの多分、高級な、乗り物だったと、そう、思います。いやー、素晴らしい、これは。現在では、少し小さな、鉄道の、歴史展示室みたいになって、いまして、まあ、中は入れるんです。多分今、今日はちょっと、入りませんけれども、そしたら、この、建物の後ろに、いやー、この、高層ビル、いや、素晴らしいですね。なんか、日本、いや、すごいっていう、そんな感じがちょっといたしますけれども。